みなさんこんにちは。今日は若狭海浜公園にやってきました。いろいろ釣れてるんだけど、エイとかも釣れてるし、カメも釣れてるし、カサゴもそうなんだけど、アジとかカタクチイワシとかなんかいろいろ釣れてるみたいなんですけど、お店があるんですよ。ここにルアーとか餌とかいろいろ売ってる、サビキのセットとか売ってる。そこの人に聞いたら、今日はカレー1匹ぐらいしか釣れてないんじゃないって言ってたから、何が釣れるかわかんないけど、ちょっと挑戦していきます。釣りができるところがない。祝日ってこともあって人しかいない。みんな楽しんでる。ここに決めました。最初はブラクリをやっていきたいと思います。探ってみようかなと。ブラクリでちょ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 んとやってみます。今日の餌はね、イズメちゃんだからサバではないから、どうだろう。なんかこんなのも売ってたから、これとあとイソメ。とりあえずお腹空いたって思って食べようと思ったらめっちゃ潰れてる。めっちゃ潰れてるんだけど、どういうこと。イソメどうしよう、ちぎろっか。半分にちぎって、まあ、とりあえずこんな感じで探ってみよう。何かがいることを信じてね。よいしょ。お、クマムシがいる。動きが早い。投げて1秒で釣れました。何これ、すごい。1秒で釣れたんだけど、なんだろうこれ。お味噌汁に入れて食べたら美味しそうじゃない。これでどう？これでやってみる。とりあえず放置しててみる。よいしょ。釣れまへん。釣れないから、もう染め様をつけさせていただきます。いっぱいいっぱいつけちゃえ。全然釣れない。2本くらいつけちゃおうか。とりあえずつけれるだけつけて、あとぶち込む。全然釣れない。こんな場所にいんの？嘘でしょ？え？やばくない？どこ行った？あ、いた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 。嘘でしょ？いるいるいる。やばくない？ほら。ちょっと。なんでこんな場所にいんの？嘘でしょ？やば。やば。野良ネズミ初めて見た。生まれて初めてです。もう釣れないからさ、ひたすらカニ取りしようかな。カニ取りしてもいいですか？マジで釣れない。これでまたカニを狙っていきます。でもね、さっきより水かさが増してるから全然食わない。どこに行っちゃったんだろう。
終了のお知らせですね。今日は帰ります。釣れないんでね。今日の収穫、これ、のみ持ち帰って何かして食べたいと思います。はい、じゃあ帰ってきて今日は2日目でございます。結局魚は1匹も釣れずに帰ってきたんですけど、イソガニをゲットしましたので、冷凍してる状態なんですけど、それを今日は素揚げにして塩をバラバラっとかけて食べていきたいと思います。簡単だからね。だってもう油に入れるだけって感じ。まだすぐ料理的にはすぐ終わっちゃうんだけど、とりあえず解凍して入れていく。今日は素揚げを作っていきたいと思います。ということで、イソガニちゃんでございます。ここにイボみたいなやつがあるのがオスらしいです。だからこいつはオス。見た目は一緒だけど、ハサミの部分を見れば分かるらしいです。味的にはどうなんでしょうね。軽く水分を取って、あとはね、油に入れるだけっていう工程でございます。最近ね、本当に釣れなさすぎてね、何なの本当に。油跳ね問題が起きております。完成しました。イソガニの素揚げ。それと今日はノンアルコールですが、ビールをいただきます。めっちゃカニですね。めっちゃカニ。いただきます。いい音、最高。いただきたいと思います。1日の疲れがね、取れた気になる。また来して。いただきます。うまい。ちゃんとカニの味がします。このカリカリしてる音は愛犬のボブです。身がちっちゃいんだけど、これ大量に捕まえてお味噌汁にしたら、それもそれで美味しいかもしれない。なんかね、磯辺を垂らすだけで本当に釣れたの。でも夕方になるにつれて水かさが上がってきて、なんか釣れなくなってっちゃったんだけど、本当に浅い時はめちゃ釣れる。完食いたしましたので、ごちそうさまでした。魚釣りたいんだけど、なかなか釣らない。なんでなんだね。最近魚が釣れなさすぎる問題が発生しておりまして、魚が食べれてません。まあとりあえず今回は釣れなかったけど、イソガニが取れたので、それを調理して食べるっていう感じでね、動画を終わりたいと思います。バイバーイ。